娘の片目だけはかえって異様に美しかったものの、島村は顔を窓に寄せると夕景色見たさというふうな予習顔をにわか作りして、手のひらでガラスをこすった。娘は胸を心持ち傾けて、前に横たわった男を一心に見下ろしていた。肩に力が入っているところから、少しいかつい目も瞬きさえしないほどの真剣さの印だと知れた。男は窓の方を枕にして娘の横へ折り曲げた足を上げていた。三等車である。島村の真横ではなく、一つ前の向こう側の座席だったから、横寝している男の顔は耳のあたりまでしか鏡に映らなかった。娘は島村とちょうど斜めに向かい合っていることになるので、直にだって見られるのだが、彼女らが汽車に乗り込んだ時、何か涼しく刺すような娘の美しさに驚いて目を伏せる途端、娘の手を固く掴んだ男の青黄色い手が見えたものだから、島村は二度とそっちを向いては悪いような気がしていたのだった。鏡の中の男の顔色は、ただもう娘の胸のあたりを見ているゆえに安らかだというふうに落ち着いていた。弱い体力が弱いながらに甘い調和を漂わせていた。襟巻きを枕に敷き、それを鼻の下に引っ掛けて口をぴったり覆い、それからまた上になった頬を包んで、一種の頬かむりのような具合だが、緩んできたり鼻にかぶさってきたりする。男が目を動かすか動かさぬうちに、娘は優しい手つきで直してやっていた。見ている島村が苛立ってくるほど幾度もその同じことを二人は無心に繰り返していた。また男の足を包んだ外套の裾が時々開いて垂れ下がる。それも娘はすぐ気がついて直してやっていた。これらがまことに自然であった。このようにして距離というものを忘れながら、二人は果てしなく遠くへ行く者の姿のように思われたほどだった。それゆえ島村は悲しみを見ているという辛さはなくて、夢のからくりを眺めているような思いだった。不思議な鏡の中のことだったからである。鏡の底には夕景色が流れていて、つまり映るものと映す鏡とが映画の二重映しのように動くのだった。登場人物と背景とは何の関わりもないのだった。しかも人物は透明の儚さで、風景は夕闇のおぼろな流れで、その二つが溶け合いながらこの世ならぬ象徴の世界を描いていた。ことに
娘の顔のただ中に野山の灯火が灯った時には、島村は何とも言えぬ美しさに胸が震えたほどだった。遥かの山の空はまだ夕焼けの名残の色がほのかだったから、窓ガラス越しに見る風景は遠くの方までも物の形が消えてはいなかった。しかし色はもう失われてしまっていて、どこまで行っても平凡な野山の姿がなおさら平凡に見え、何者も際立って注意を引きようがないゆえに、かえって何かぼーっと大きい感情の流れであった。無論それは娘の顔をその中に浮かべていたからである。窓の鏡に映る娘の輪郭の周りを絶えず遊戯式が動いているので、娘の顔も透明のように感じられた。しかし本当に透明かどうかは、顔の裏を流れてやまぬ遊戯式が顔の表を通るかのように錯覚されて、見極める時がつかめないのだった。汽車の中もさほど明るくはないし、本当の鏡のように強くはなかった。反射がなかった。だから島村は見入っているうちに鏡のあることをだんだん忘れてしまって、遊戯式の流れの中に娘が浮かんでいるように思われてきた。そういう時、彼女の顔の中に灯火が灯ったのだった。この鏡の映像は窓の外の灯火を消す強さはなかった。灯火も映像を消しはしなかった。そうして灯火は彼女の顔の中を流れて通るのだった。しかし彼女の顔を光り輝かせるようなことはしなかった。冷たく遠い光であった。小さい瞳の周りをぽーっと明るくしながら、つまり娘の目と火とが重なった瞬間、彼女の目は夕闇の何間に浮かぶ怪しく美しい夜光中であった。こんな風に見られていることを陽子は気づくはずがなかった。彼女はただ病人に心を奪われていたが、たとえ島村の方へ振り向いたところで、窓ガラスに映る自分の姿は見えず、窓の外を眺める男など目にも止まらなかっただろう。島村が陽子を長い間盗み見しながら彼女に悪いということを忘れていたのは、遊戯式の鏡の非現実な力に捉えられていたからだったろう。だから彼女が駅長に呼びかけて、ここでも何か真剣すぎるものを見せた時にも、物語めいた興味が先に立ったのかもしれない。その信号場を通る頃はもう窓はただ闇であった。向こうに風景の流れが消えると鏡の魅力も失われてしまった。陽子の美しい顔はやはり映っていたけれども、
その温かい仕草に関わらず、島村は彼女のうちに何か澄んだ冷たさを新しく見つけて、鏡の曇ってくるのを拭おうともしなかった。ところがそれから半時間ばかり後に、思いがけなく陽子たちも島村と同じ駅に降りたので、彼はまた何か起こるかと自分に関わりがあるかのように振り返ったが、プラットフォームの寒さに触れると急に汽車の中の比例が恥ずかしくなって、後も見ずに機関車の前を渡った。男が陽子の肩につかまって線路へ降りようとした時に、こちらから駅員が手を挙げて止めた。やがて闇から現れてきた長い貨物列車が二人の姿を隠した。